そうめん食べたかった。だけど、かき氷をいただきます。見て、セブンイレブンで買いました。チーカワ1羽。暑いね。いただきます。もともとお豆腐屋さんだったらしく、朝温泉のお水で作ってるみたい。めちゃめちゃ美味しいです。なくなっちゃった、逃げちゃった。であの手前の方に階段が3段ございます。奥に行くと深さが1100ございますんで、これは白樺だっけ。イノシシまた来ないかな。今回の旅行にはこのミニトラベルセットを持ってきました。これね、比べられないんだけど、今ちっちゃいサイズなの。かわいいでしょ。このポーチが実はすごい便利で、この高さってフェイスマスクが入るサイズで、鏡とかも入ってすごい便利でした。
なんかそのデザインとかはもちろん今頑張ってるんですけど、今なんかいろいろこう考えてたりブレストしてるんですけど、もっとなんか多分現場というか棚卸し、棚卸し何が棚卸しか、まあ、クリエイティブと多分商品企画これからちょっと残ってサウナに入って帰ろうと思います。最高。今から薪サウナです。あ、もう汗だく。すごい、中に一回ワンクッションあってロウリュがあって、ここがサウナだ。おお、すごい。めっちゃ最高やこれ。お、いい感じ。私も全部で入りたい。わあ、いいね。やば、あっちー。いや、入って。何これ。すごい。なんか映えてる。めっちゃ。あ、今日はみんなでお買い物。あ、やばい。今日もみんなでアイス屋さんに来ました。何回来てる。来ました。来ました。絶対来てる。デザインした人なのに素敵っぽい。後ほどすごい。あーすごい、美味しそう。すっごいいい香り。厳しい。あーキラキラ。何すごいことになってるよ。すごすぎる。
スイカとガリのシャーベットを作ってます。スイカとガリ、はい、ガリ、はい、ガリです。細かく刻んだガリです。ガリ大好き。ガリ第一層にできます。わぁ、えマイナス196度です。あー、おー、すごい。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。